時刻は六時半になりました時の番人のストレスフリーライフのお時間です MC はトカシキカオが務めさせていただきますこの番組はギノワンヒル,ヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより放送しておりますこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレスは 797-FM ギノワン .com また、この番組は YouTube でもネット配信しております。FM 技能案のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ、YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジカマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので、 皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいはい、えー、かおりさんよろしくお願いしますはい、あかりさんよろしくお願いいたします <laughs> 本日が初回ということではい、はいえー、タイトルが私すごい気になったんですけど、うん、時の番人のストレスフリーライフということでちょっと自己紹介も兼ねて番組の紹介お願いいたしますはい、ありがとうございます 私はですね、クオリティオブライフ株式会社というところも、はい、代表しております。はい。はい。渡嘉敷香織と申します。はい。はい、ちなみにどんな会社なんでしょう。はい、はい。活動ネームであのまあ時の番人という名前を使って時間のコンサルをしているんですけれどもね。はいはい。はい。はいはいはい、あの特に時間をなんか管理しようとかうん、うん、あのタイムマネジメントっていうところではなくてうん、うん、手放しましょう引き算しましょうという時間を。うんうん あの本当に引き算しながら大切なものだけ残していこうというようなところのコンサルをしているんですね。なるほど。じゃあ、はい、現代人はちょっと忙しすぎてるっていうことが前提にあるということですね。はい。その通りです。<laughs> 私もそうなそうだったんですよ。そうなんですか。はい、ええー、ちなみにいつからこのなんか手放しが大事だと気づき始めたんですか。そうですね。あの起業したのがちょうど2年ほど前で、うんうん、で最初はですね、はい、あの事務職 を前職ずっと長い経験やっていたので秘書代行っていうオンライン上の秘書っていうお仕事からスタートしたんですねまた変わったお仕事ですね <laughs> そうなんです、はい、やっぱりねオンラインでいろんな方とつながることができるようになってはい、はい、在宅企業ということをしたんですねえ、はい。なんか今っぽいですね今っぽいですよね本当 <laughs> 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 ねちょっとまあ家庭の事情っていうのもあったんですけれどもうん、うん、そこから本当にスタートしてもう 自分ってなんか何が得意なのかなとか考えたりとかするようになったりとか、はいはい、意外と皆さんお仕事が忙しすぎて何をお願いしていいかわからないとかいう人もいたんですよ。だいぶ手が回ってないですね。あこれはですね。じゃあ頭の片付けをしましょうからスタートしたんですね。あなるほど。うん、頭の片付け確かにこの依頼者の方はこんがらがってそうですもんね。うん、本当に何からお願いしたらいいかわからない。もう。 バタバタとしてね毎日ね、うん、もう追われてるっていう方がもうとっても多かったのであじゃあこういうふうにして時間をコントロールしたらいいんじゃないですかとかやっぱりアドバイスしたりとかっていうところからうん、うん、それお仕事にした方がいいんじゃないかお里さんって言ってくれる人がいたんですよそうなんですね、うん、あじゃあこの一言をきっかけに在宅起業をされたということですかその前からそうですねあの在宅起業はちょっとあのうん、うん、子供が体調不良があってあ、はいはい 会社もねあの普通に勤務するっていうのが難しくなっちゃったんですね。なるほど、はい、でそこにこうご,、えー、ご友人さんからの一言がきっかけでこう、えー、と時間の管理が苦手な方にレクチャーをしていくようなことも始めたということで。そううななんです、はあ、そうなんですねちなみに 初めてどのくらい経たれるとかあるんですか?はい。本格的にこのコンサル業にシフトしたのは一年ほど前ですね。うん、おお、そうなんですね。うん、えー、ちなみに、こう。なんか、どんなお客様がいらっしゃったりとか。はい。印象に残ってることとかありますか?。そうですね。あの。プレイヤー経営者と言って。はいはい。やっぱり個人事業主の方だったりとか、うんうん、あの数名の。会社の方々って、はい、もう社長さんが。とか、経営者の方が、もう営業から現場から。 経理事務まで全部一人でやっちゃってるって方が多いんですよ <laughs> あ,あ、そうなんですね、うん、でもうやっぱり経理作業とかって皆さん実際苦手じゃないですか、はい、そうですよね <laughs> いやこれ好きな人は聞いたことないです <laughs> 本当ですよね、はい、もうでも一番とっても大事なことでうこれもうとっても大変なんですよっていう声から聞いてうん、うん、じゃあこれをあの専門の方に外注って言って任せる、はいうんうん っていうシステムがあるんですね。うん。じゃあもうこの部分だけ、うん、あの依頼する外に出すってこともできますよとか。はいはいはい。うん。やっぱ人雇うって結構大変じゃないですか。<laughs> うん、そうですね。うん、なるほど。じゃあこの外注できれ、うん、できますよっていう提案をしたり、この時間をうまく使うためのサポートをするようなはいお仕事をされているということ、はい、そうなんです。この時間の管理苦手な人の特徴とかもじゃあ,あったりするんですか。あ,ありますね。お。あのー。 毎日が緊急っってて言る方その人のワードセンスも面白いですけどねそうそうやっぱり忙しいとか言ってる方はね休みいつ取れそうとか聞いたらいつ休みが取れるか分からないとか言うとああそうなんだじゃあほにもう自分の少し先の予定すらしっかり管理できていないっていう方もいらっしゃるんですねいか こうやって相談を受けて実際にこう実行するまでに結構あのこういう時間の管理が苦手な人ってなんかあのそもそも時間を管理するための予定を組み立てることも苦手なんじゃないかなと思うんですけど。うこういっった方ってはい、はい、結構も時間の スケジュールの入れ方自体がもう麻痺してるんです。麻痺。麻痺してるんですよ。あの脳がもう騙されてる状況になってるんですけど。脳が騙されてる。皆さん、あのね、スケジュールって、まあ、手帳だったり、あの、なんか。携帯のカレンダーだったりとか、いろいろ予定入れた、入れたりするじゃないですか。で、空いてるところがあったら、あ、ここ空いてますから、打ち合わせできますよとか。あ。 いう感じで入れていきません私やりますやります<笑><笑>やってます本当空いてないんです <laughs> え、そうなんですか <laughs> だって皆さん、はい、睡眠時間とかうん、うん、あの遊ぶ時間とかって前もって予定とかってカレンダーに入れたりとかしますああ、しないですしないですよね、はい、よ夕飯の時間夕飯食べるとか片付けするとかっていう予定とかも入れないと思うんですけど、うん、入れないですね、うん、それってじゃあ入れないってことは あの空白の欄になってるじゃないですか。そこを皆さん空いてるっていうのが勝手に。勘違いして。してますね。うん、気がついたら一日なんか五本とかの打ち合わせが続いてるとか。はいはいはい、うん。で。あ、作業とかはどこでやるんですかってあったら、あ、もう夜。とか、朝早く出勤してとか。うん、そうです,そうです。うん ねえ皆さんじゃあプライベートはいつ撮るんですかっていうことになっちゃうんですね。うん、ですね。うん、いやでもそうしないとちょっと不安っていうところもあるんですよね。うん、そ,うそれで不安な方は、うん、じゃあもうこのお昼時間とかって帯で撮ってくださいとか、うん、もう予定として入れてっていう空白を埋めてくださいって っていう<ー>なんていうのこの脳をちょっとなんかスケジュールがガラガラだとフラ不安っていう方々に対しては,はい、はい、もう何も予定ないけど日曜日は遊ぶっていう遊ぶっていう予定を入れてくださいっていう感じで<ー>だってここ大事じゃないですかそうですよね、うん、確かにプライベートの時間置き去りにしがちですねんなんか仕事の予定を覚えるっていうことにもすごい頭使っちゃってこの空白の時間を休む なんかちょっと休めたらいいでなぐらいでしか使ってなかった気がします、うん。はい。ちゃんと入れてます。休み取れてます。あかりさん。いや、私それが取れ、あまり取れずにというか。うん、なんかこう、空白のところにいっぱいこうスケジュール詰め込んじゃって、結局。睡眠時間を削る派なんですけど。ね<え>。そう。そうなんですよ。やっぱりこういう方すごく多くて。うんうん、で。あの、私が言うフレーズが。はいはい。あの。 ね、眠らなくても死なないよとか言う人とかい,うん、うん、いるんですけどす、ね、結構あの、ね、言葉乱暴だなとか思っちゃうんですけどねうん、うん、でも私は睡眠眠らないと心が死にますって、うん、あ本当そうだと思いますうん、うん、あと仕事の効率下がってる実感もあるんですよね,そうそうね本当にだ、うん、からやっぱり一、うん、日24時間の時計で見ると時計というかね円で見るとはい、はい、本当は。 8時間のの等分のバランスが取れたら最高ってて言われてるんですね、えー、睡眠8時間プライベート8時間お仕事8時間って言われてるんですけどうん、うん、皆さんお仕事のこの時間うん、うん、円で見るとこの枠の中に入らないなって言ってパンパンになってたらうん、うん、じゃあちょっとプライベートのところが空いてるから入れちゃおうとか睡眠のところをなんか空いてると勘違いして入れちゃってるからうん、うん、もう気が付くと仕事の時間がもう比率が 多い絵になっちゃうはいそんな感じします、うん、それになんか今すごい言われてハッとするんですけど <laughs> これ実際に絵で描いたらすごいことになりそうだなというのはちょっと怖いんですよねすよ、はい、私は最初にこれからやっていただきます、うん、あ、そうなんですね一、うん、日のと過ごし方と一週間の過ごし方を皆さんちょっと描いあの書いてもらうんですねはい、はい、でそうすると もう皆さん途中で手が止まるんですよ私仕事ばっかりしてるとかそう,そうですよね私それ見るのが怖いからできないような気がして、うん、でもそれを自分のことを知らないと、うん、結局あの、ね、自分らしく大切な時間をちゃんと残しましょうとか言ってもうん、うん、言葉だけだとどうしてもなかなか響かなかったりして自分自身が気が付かないとうん、うん、人は行動をなかなかしないんですねあそうですね。うん 危機感感でで自分のお尻叩いて走る感じもしますすよよねそうなんやっぱりここはとっても大事なところで、はい、私がサポートする方々に関してはうん、うん、もうマインドもう、うん、あなたねもう本当に1日2時間生まれたらどうするうん、うんね、生み出すことができたら何がしたいって言ったら映画、うん、見に行きたいとかうん、うん、ちょっとなんかゆっくりお酒飲みたいとかっていう、ね、やりたいことって本当いっぱいあるはずなんですね。ありますよ。うんうん ね、これさ、一日二時間空いたら、何したいですか。え、勉強したいです。すごい、勉強、はい、な、どんな資格取りたいんですか。え、でも、実は、私も、なんか、いつか、自分のお店とか、持ちたいなと思って、うん、なんか、こう。那覇市は、どん。 あ、私那覇市に住んでるんですけど、うん、このどんな支援をしてるんだろうとか、いつも調べ物したいけどなかなかできないみたいなことが続いてますね。うん、そうですよね。うんうん、だからこれを先に入れちゃうんです。おお<ー>。うん。そうなんです、ね。一週間にもう半日でもいいんですよ。うんうん、半日かね、一週間に二時間とか、うんうん、これをちょっとずつね。じゃあ一ヶ月後はまた増やしてみようとか。はいはいはい。うん、で最初から予定しとくともう ここを確実に勉強するってていいう時間をもうしていくんですねでも皆さん結局お仕事になったらもう勉強時間は自分のことだからもうここにお仕事入れちゃおうみたいな感じではいやっちゃう方が多いんですけど私はすごくあのお伝えしてるのは夢目標を達成できる人は自分との約束を守れる人ですよって すごい痛いところ痛いですか？気がします。刺ってきました。刺っときました。もうこれこれが時の番人のフレーズなんです。あ今心髄が見えました。そうなんです。やっぱりバッサリあのバッサリというかねあの本当に心に刺さっていただかないとその方は行動していただかないのでもうあなたの夢目標あるじゃないですか。そこ本当に自分のこと大事にするんだったらちゃんとスケジュール 確保しましまょう,ってうでそれをちゃんと守りましょうって,よっていうなるほど、うん、いや今ここでぐさっと来た皆さんちょっと続き気になると思うのですが、うん、一旦 CM を挟んで、うんはい、ちょっとじゃあ美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。 ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容針神経治療ならイノワン神経整体ヨーク アイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号0 9 8 8 3 3 1984 1 1 2 2年創業のカーボディ上り川は愛車の修理板金塗装。 車検、E. T. C. 取り付けなど、経験豊富な職人が丁寧に仕上げます。鈴木の新車も取り扱っています。沖縄市消防本部、道向い、カーボディ上り川、えー。お届けしております。この番組は、時の番人のストレスフリーライフです。この番組では、メッセージを募集しております。メールアドレスは、七九七アットマーク、F. M. ギノワン。 ドット c o m. またこの番組は YouTube でもネット配信しております FM 技能案のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいお気軽に参加してくださいねぜひ YouTube のチャンネル登録もお願いいたしますまたサイマル放送も行っておりますスマホで聞く場合アプリリスラジカマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら いつでもこのラジオを楽しむことができますので皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいえでは CM 開けましたということなのでこう時の番人として先ほど言われてたフレーズもう,もう一度お願いしてもいいですかあ、はい、はい、そうですね私が、うん、あのいつも伝えていることっていうのはうん、うん、やっぱり夢目標を達成できる方っていうのは、うんはい、自分との 約束を守れる人を常にお伝えしてるんですね。うんはい、自分との約束を守るですね。はい。なんかなかなかできないですよね。うん、後回しにしがちな人が多いと思いますよ。はい、そうだと思います。はい。で。 でもこの夢目標の話をする前に一番最初に「あなたは約束を守れる人ですか?」っていう質問をするんですよ。もうう涙が出そです皆さんもちろん守りますってお仕事とかはねやっぱり守っていかないとそれは信頼関係がなくなっちゃうので当たり前のように守りますって言うんですけどじゃあ夢目標とかそういうのを自分のスケジュール入れた時にんかどうですかってお話したら後回しにしちゃってますって。 はい、ってじゃあもう一度質問しますあなたはもう約束を守れる人ですかって <laughs> <laughs> 尋問ですか万 <laughs> 人のフレーズで万人ですね <laughs> 今万人の要素が強く出ていて <laughs>、はい、いやでもこのぐらい強く言わないと、うん、やっぱり響かない っていうことはだいぶ自分に対して鈍感というか、うん、なんか自分の時間に対してないがしろにしてたんだなっていうのを気づきますね本当ね、まあそういうつもりはないと思うんですようん、うん、意外と皆さん気がついてないだけでうん、うん、の自分の生活ってすごく大事にしてるよっていう方もいらっしゃるんですけどやっぱり自分が なりたい姿とかやっぱりこういうふうにして過ごしたいなとかっていうのは誰もみんんな持ってるかと思うですねそれをじゃあどういうふうにしてやっていくのっていう具体的なことが手つかずだったりしてるところをじゃあこういうアイデアが私ありますけど一緒にやってみませんかっていう形でサポートしてるなるどが私のお仕事ですね。 例えば、こうメールで、リスナーさんから、こう時間の使い方が苦手とか、うん、自分時間がなかなか取れないっていうご相談にも載っていただけたりはするんですか。そうですね。うん、はい。あの、解決できそうなことであれば、もう任せたいですとか、言わ私、ごめんなさいっていう。そうですよね。はい。いや、でも、やっぱり、さっきの時の万人のフレーズがちょっと、うん、結構響きまして、はい、自分との約束を守れますかっていう問いかけに。 この一週間、私、ちょっと考えていきたいなと思います。あ,ありがとうございます。はい、すごい明るさに響いてくれたんだ。いや、本当に、いや、自分との約束って、すごい置き去りにしてたなというか。一日一時間、出勤前に勉強するぞって、私もつい最近まで思ってたんですけど、うん、なかなかできなくてというか。あの朝起きるのが遅くなっちゃって、こう結局できない。で、なぜ起きるのが遅いかって言ったら。 前日ちょっとスケジュール入れすぎちゃってたとか。うん、そういうのの、なんかしわ寄せがいきますよね。うん、自分の時間に。結局行くんです。皆さんね、もう一日二十六時間にはできないんですよね。うん、そうですよ。もう時間は神様が平等に与えたものなんですね。うんうん、だからもう全人類、うん、誰もがみんな一日は二十四時間なんです。うんうん、この二十四時間を、ね、どういうふうにして、じゃあ。 過ごしますかっていうのを一旦やっぱり書き出したりとかすると「うんうん、あっ」て気が付くことだったりとかはい、はい、私って本当になんだろう、うん、もう毎日何やってるかわからないっていうぐらい誰かのことをやってたりとかする家族がいたたらまた余計そうですよねそれがダメだとかじゃなくってうん、うん、じゃあ自分の時間っていうのをどれぐらい取れてるかっていうところをちゃんとあの 目で見るっていう確認するっていうことができると行動が早いんですね、うん、あ、目で見るっていうのがすごい重要そうなキーワードですねこれはじゃあ紙に書き出すとか、うん、携帯にメモするとかでもいいんですかもちろんカレンダーにもうさっきねあの前半でお話ししたようにうん、うん、もう予定しちゃうですね予定として入れるはいはい、うん ちなみに今回初回ということでこの、えっと、時の番人としてこう,こういなんていうんですか番組番組を通して自己紹介も兼ねて、えー、かおりさんからのこう「自分との時間守あ約束守れてますか?」だったり「こう夢や目標のための時間ないがしろにしてませんか?」自分の時間削っていること気づいて えと自分の時間を削ってこうちょっと苦しんでるの気づいてませんかっていうこの問いかけがあったと思うんですが、うんはい、今後2回目以降の番組はどういった形でこうお届けする予定でしょうかはい ありがとうございます、はい、そうですね私が本当はこの時間のコントロールするっていうのは、うん、やっぱり自分らしく生きていきたいなっていうところがきっかけだったんですね、はい、で、クオリティーオブライフっていうのは生活の質っていう、うん、まあ言葉なんですけどうん、うん、そ,それを自分のらしさを追求するために 会社名にしたんですね、うんはい、でということは皆さんにもストレスをためないでうん、うん、やっぱり心が幸せって思う時間を過ごしていけるようなうん、うん、そういうあのこの番組を通じてですねうん、うん、ヒントであったりとかちょっとしたコツだったりをお伝えできるような、はいはい、番組にしていきたいなと思って全然堅苦しくなくザクバランにうん、うん、はい、うんね、なのでリスナーさんからの,このお気軽メールも私たちお待ちしております。はい で、なんと早いことにお時間が残り2分となりました、はい。本日ありがとうございました。来週はですね。なんとゲストも早速お声かけしてます。早速ですね。はい、あのこちらのね。<laughs> fm 宜野湾でも番組を持っております。ビジネス天国沖縄の mc の新者と哲也さんを、はい、はい、ご招待しております。はい、まあどんな話が聞けるのか、ザ忙しい人というイメージもありますので、<laughs> はい。<laughs> はい えー、それでは最後に、えー、この番組のメールアドレスお願いいたしますはいそれではも,もう一度お伝えいたしますメールアドレスは 797-fmgino1.com ですはい、えー、では皆さんこちらの方にメッセージもどしどしお寄せくださいはいそれでは皆さん失礼いたします